長安城の南方には四五古道という道が知られていました四五線の四五という意味なので大変こう意味があると思いこの調査も行っております長安の城の中軸線をまっすぐ南に伸ばすとこの四五谷の入り口に到達いたしますこの道から南の四川省並びに雲南省へ行く交通路となっておる入り口の場所でありますちょうどダムがありましたので GPS で測量いたしております